チリのプエルトエデンで観光客に手工芸品を売るアラカルフの女性。カウェスカル、カウェシカル、カワスカルアラカルフハラクーラップは、チリ領パタゴニア、ティエラデルフエゴ西部の特にブルンスウィック半島、ウェディントン島、サンタネス島、デソラシオン島に住む先住民である。彼らの伝統的な言語はカウェスカル語として知られているが、ボゴア社がほとんどいなくなり、 絶滅の危機に瀕している。イギリス人や他のヨーロッパ人は最初にティエラデルフエゴ中央部と南部で最初に出会った先住民族であり、カウェスカルと競合していたヤーガンによるアラカルフやハラクーラップという名前を採用した。民族自身の名前はカウェスカルである。チリ南部やアルゼンチンのヤーガンのようにカウェスカルは一部の人類学者によってカノーアピープルと呼ばれる。 ノマドの船乗りの人々だった。彼らは家族と犬を乗せる長さ8から9メートル、幅1メートルのカヌーを作った。彼らはこの漁業、遊牧民の監修を20世紀まで続け、土地から土地へ居住地を移動していた。この海洋文化のためにカウェスカルは決して土地を工作しなかった。チリのヒスパニック系以前の人々の分布。 右側が北であるカウェスカルの総人口は5000人を超えていなかったと推定されている。彼らは北のペナス湾から南のブレックノック半島までの間の範囲に居住していた。他の先住民族のように彼らはヨーロッパ特有の感染症に免疫を持っていなかったので死亡者を多く出した。1880年代後半にヨーロッパ人がこの地域に住み始めたため、 彼らの住環境は崩壊した。1930年代に残りの多くのアラカルフは、ウェリントン島にあるプエルトエデンの町に移され、多数派の文化からの圧力から守られていた。その後さらに南に移動し、プエルトナダレスとプンターレーナスに向かった。21世紀にはカウェスカルはほとんど残っていない。2002年の国勢調査で、 2622人がカウェスカルであるとしている。2006年には15人しか純血の子孫が残っていなかったが、多くのメスティーソはカウェスカルの祖先を持っている。カウェスカル語での授業は地元のカリキュラムの一部となっているが、伝統的な言語を毎日使おうと励む、ボゴ話者はほとんどいない。アドワイパリーン、アクシャナズ、アラックルフ、ケイラン、コカヒュー、 エノー、レチャイオール、タイアタフ、キナヒューは、1860年代後半から、ウシュアイアを拠点とし、ティエラデルフエゴの先住民族に奉仕し研究していた、聖公会の宣教師、トーマス・ブリッジズとその父親デスパードは、1884年までに、カウェスカルの5の1 2 0 5語の語彙を原稿にまとめた。19世紀後半から20世紀初頭にかけて、数多くの宣教師や、 人類学者が先住民族の間を移動し、彼らを助け、記録し、研究した。グアナコの怪我を着たアラカルフのフエゴ人。1881年にヨーロッパの人類学者はパタゴニアから連れてきた11人のカワエスカルをパリのブローニュの森とベルリン動物園に展示した。4人だけが生き残ってチリに戻った。2010年の初めに、 ヨーロッパで亡くなった7人のうち研究のために収容された5人の遺体がスイスのチュリッヒ大学から送還された。遺体の返還時にチリの大統領は州がこれらの先住民を国から連れ出して動物のように扱わせることを許可したことを正式に謝罪した。A.B. パトリシア・メシア・ロンクワンと コウェスカーコミュニティアーカイブド2012年8月7日、アットザ・ウェイ・バック・マシン、ナショナル・ミュージアム・オブ・ザ・アメリカン・インディアン、スミソニアン・インスティチューション、アクセスと12オクトーバー2013ファー・ロング、チャールズ・ウェリントン、ザ・ハウッシュ・アンド・オーナー、プリミティブ・トライブス・オブ・ティエラ・デル・フェゴ、プロシーディングス・オブ・ザ・ナインティーンズ・インターナショナル、コングレス・オブ・アメリカニスツ、 446-447https コロンスラッシュスラ books.google.com スラッシュッ books ID イコール LA ソッジピコグラムイコール PA 432-2009年8月16日閲覧130アニオスデスプエスリグレソンロースコエスカー BBC.co.uk January 2010ありがとうございます